こんばんは、9番がエレトロです。松井きむりです。いつもアパレの日はここで YouTube 撮ると、はいはい、いつも撮ってますか。いつもせ、ね、ここが取りだめ場所やねん。お前でほんまならダメですよ。ほんまなら変ですって喫煙所で、うん、なんか2人で撮るって言ってんけど、はい、ケムがどうしても行ってない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 味方しないです。なえ一人で突っ込みたいから。今日もさんたら。いやだから二人でコンビで撮ろうって言ってんけど、ケムがどうしてもって言ったからチームで。言ってなかったな。違う違う違う。一人で突っ込みたいから。言ってなかったよ。変な構造になるから。一人で突っ込めるから。言ってない言ってない言ってないよ。言ってない。で言ってない。言ってなか言ってなかったし。で何なんですか。何もなく回し始めるんですね。うん。これ YouTube でタバコ吸っていいですか。いいよ。いいよ。天むすいりません。なんかやってたらそれ前から前もやってたらなんかやってたやつな。なんだっけそれ。ケム今日もう帰ろうとしてんの。もう帰ります。僕らはもう終わりました。ちょっとだけ話やる。何ですか。待っててほしい。カメラ回るとこでは話さりゃ。もう そんな大事な話ってことですか。大事な話今回待ってあげてほしい。でもそんなんでいつもその大した話じゃないから。え、前は何やったの。それで止められて。なんだっけ、なんか猫がどうこうって言ってました。猫が本当に可愛いかみたいな、なんか言ってた。今回大事やんな、結構。触りだけ聞いていいですか。爆発的です。いい触りやな。それはまあなんか大事な、いい触りや可能性はありますけど。じゃあこれ差し上げます。いや、いらないです。ビトーコーヒー飲み差し。飲み差しが一番いらないです。どうぞ。いらないです。ビトーいりません。天むすいりませんじゃん。微糖どうぞ。いや、微糖言いますもらったっけ。もらうんやったら、はい、ちゃんとそれもらうだけもらって帰るはなしです。はい、微糖どうぞ。もらいません。僕、微糖言いません。これもケムのもんやな。もういらない、現状。こんなもう飲み差しだもん。現状ケムのもんや。捨てちゃうしかない。なんかもうちょっと大事なもんやったらもらってくれんじゃん。確かに、うん。マネージャーに渡し次第、お金入る。領収書2枚。新幹線の交通費を1回こっちで負担してるから。領収書いりません。もう無理ですよ。これお前生産できるんですか。できない。できません。スケジュール見ておかしいなと思うでしょ。いりません。いや僕なんでいらねえ。領収書いりません。どういう人。ゴミが増えましたね、この世に。微糖どうぞ。微糖いりません。領収書いりません。変なカードゲームになってるから。いらないし、帰らせてください。こんな取る内容ないな。ケムにとっても大事なもんじゃないともらってくれへん、まあ、お前も差し出せや。なんでだよ。じゃあどうぞ。ビト、いや、いりません。領収書いります。いるんかい。さすがに。さすがにじゃないよ。でもやっぱゲームももらいっぱなしやわな。一個ももらってねえんだよ。あ、これいる。これかわいいやん。いや、チョコビー。チョコビーのキャラクターの。キャラクターいらないよ。シール。吸い終わり次第、捨てる箱に貼っていい。いいっすよ。これもこれまだ、まだ結構ありますけど、吸い終わったらまあ、捨てちゃいますよ。大事にしてたからな。じゃあ、払わなきゃいいじゃん。じゃあ、いりません。いや、なんでだよ。もらってあげてよ。いらないです。じゃあ、はい、当てて、どっちに入ってるか。大丈夫。どっちに入ってるか当てて、はい、右左の。当てれたら、はい、帰っていいよ。あ、本当ですか。あ、いいよ。あ、やっと。じゃあ、ケム、あっち向いてください。あー、まあ、さすがに、そうか。見ないやつか。はい、そっちね。え、もう大丈夫。はい、どうぞ。こっち。こっち？はい。UFO。え？正解。時間足らんかった。下手すぎる。時間足らんかった。ちょっと今でもその正直言ってそのまだにぎにぎしてる時にチラッと見えちゃったよな。ちょっと見えてました。マジで見えてました。見えてください。不正はやめようけど。もう言って。次当てれる自信ないもん。こっちね。いいよこれ。大丈夫ですか。大丈夫。はい、こっち。UFO 何やねん。UFO の時間。正解じゃん。隙間から見えてんのよ。指の隙間から。手の形がもうこの平べったいもの持ってるってしちゃってるから、うん、ちょっともっとちっちゃいのでやったら。ちっちゃいのでよろしく。コインとかな。確かに、うん、ライターとかいいんじゃない。小銭が1万円よ。100円玉いいよ、はい、あっち見てください。2回当ててるからもう。初めて、ちゃんと。ちゃんとこっちってこと。UFO。え？まず、UFO。まず UFO。まず UFO。UFO はもうないんだって。UFO。はい、いいよ。はい、もういいですか？はい、正解。ありかなしかで言うと、ガンダム。ズームのページ作るわ。とりあえず今日。
夜ズームしよう。夜ズームしないです。一瞬で、でも家帰ってこいつと喋るのと今ここで喋るのと一瞬です。二人なので LINE でズームの方が良くない？え、ズーム結構してたくない？コロナの時シュンさんと、いや、普通にキム、いろいろしてない、誰と何？打ち合わせとか。打ち合わせはまあたまにしますよ。いや、どれとはやってくれ。いや、LINE でいいじゃないですか。画面共有とかしないじゃないですか。言ったな。するの？画面共有をしたいか。ああ言えばやな。ああ言えばこういう。ああせえ構成。お、ミキさんですかね。ああせえ。お願いします。始まった。ガードレールを触る癖がある。あるー。切らへん。あったけど。ありがたい夢の中で。ハリーポッターじゃん。ハリーポッターとありがたい夢。ありがたい夢。夢の中のワンシーン。知らないでしょ。序盤の。ハリーポッター。僕誰があそこやんねん。僕はもう配信でもやってますから。ハリーポッター、ホグワーツレガシー。あ、ちゃんとやってたな。やりました、やりました。うん。俺もやった。配信で？いや。もう持ってへんやん、プレスで。買うよ。じゃあやってへん。は？いや、俺おかしいこと言ってへんよな。言ってないです。俺が。じゃあ俺が。俺が。お前が。プレステ持ってへんやろ今。正直言って、うん、怖い話ではある。何？第三たくさんとすごい仲良くしてもらってんねんけど、はい、ここだけの話、うん、やっぱ分からない日もある、はい、あるけどな。第三と多分区別がつかない時がある。白川の先輩に第三たくさんに飲みに連れて行ってもらってんけど、飲みとか言ったら絶対分かるよ。わーってなって、次の日だってそのごちそうさまでしたラインとか送らなあかん、もちろん。うわーどっちやろうと思って、第3かなたくさんやったかなと思って、もう一回写真見返したい。あ、写真とか撮ってんだ。じゃあ、そう絶対分かる。ゆうへいさん吉田たちの。いや、そんなわけない。わーってなって、なんだよ。だからさ、合わせ構成、構成、合わせお願いします。ガードレールを触る癖がある。ありがとうのやつ、ありがたいよねの言わんし序盤のラジオ頑張ってください。なんでお前ら先の話。それは確かにずっとする。でもそのどうしようもないですもん、始まっちゃったんだから。はぁ、言えよ。初めの段階で9番街さん先の方がいいと思います。いや、まさかそんなこの前後がすごい大きな差になるとは思わなかったです。すごい差やな。言ってくれ、せめて、その、いい10時半でいいから。それだけ言ってくれ。お前から言ってくれ。あ、いい10時半。マジでいい10時半でいいから。8時半に入ってる。収録始まるのが22時50分、大体。ああ、はいはいはい。出番だね。入りが8時半。おかしい。20時半。おかしいな。おかしいな。僕ら7時半に始まって、僕は7時半に始まって、9時ぐらいです、出番。そうよ。はい、8時半に入って。だ、入りは早いかもしれないけど。あ、一緒か。本当に一緒とか、1時間多いのか。多いな。ぼーっとしてる時間が僕らより1時間多くなっちゃう。でもそれ、帰らんといてってなる気持ちは分かるやろ。分かるやろ。まあ、ちょっと分かります。逆やったら思うやろ。もう思うかもしれない。やろ。もう組んでくれよ。コンビなんでコンビ組ん。コンビでもいい。俺とコンビ組んだら、あっぱれの収録先に行けると思ってる。いえいえ、俺と車の方が早くなる。どっちの様子で速くなってるか知らない。わかんねえけど、分かってんじゃん。一人くらい。この前、ボートレース、一人で、携帯で買おうとしてて、うわぁ、どうしようかな。ご頭で行くかって、結構大穴狙い。ご頭で行く、ご頭で行くかって、ちょ、口に出しちゃったよな。はいはい。ご頭で行くか、ご頭って言ったら、杉井さんが、分かってんじゃん。外れた。分かってねえじゃん。これ一応編集のために言っとくんですけど、さっき中村が分かってんじゃんって言った後、煙がボソって言ったのは一人クラゲです。いや、いいよ別にテロップに優しくしなくて、聞こえなくてもいいぐらいのことだろ。普通に久しぶり脇毛に感じたと思うから久しぶり脇毛って言っちゃうから。滑舌終わってるじゃん。滑舌終わってるから、編集の人の耳が終わってる。あ、11分も撮ってる。やばいやばいやばい。消し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 消